ワロン地方の主要な鉱山遺跡群は、ベルギーの世界遺産の一つであり、19世紀から20世紀における、炭鉱技術の発展及び、世界各地から集まった、鉱山労働者の社会的変化と、文化的交流などを伝えている。登録対象となっているのは、ワロン地域のエノー州の三鉱山とリエージュ州の1鉱山であり、その保存状態はいずれも良好である。この物件が、 世界遺産の暫定リストに記載されたのは2008年4月8日のことであり、2009年1月29日に推薦された。それに対し、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議はと比較してさえも、長期にわたる近現代産業史の時代ごとの特色をよく保存しているという価値を認めることができる党として、その顕著な普遍的価値を認めた。しかし、 その一方で、保護、管理面の課題を複数指摘し、登録延期を勧告した。2010年の第34回世界遺産委員会では、その勧告がそのまま踏襲され、登録延期と決議された。ベルギー当局は、決議を踏まえて改善した推薦書を2011年1月27日に提出し、それに対してはイコーモスも登録を勧告した。そして、 2012年の第36回世界遺産委員会では、韓国通りに登録が認められ、11番目のベルギーの世界遺産となった。世界遺産としての正式登録名は、英語、メジャーマイニングサイツ・オブ・ワロニア、フランス語、サイツ・ミニアズ・マジュールでワロニーである。その日本語訳は資料によって、以下のような違いがある。ベルギーの炭鉱業は、 邦画的には12世紀から13世紀に見られたが、本格的なものは産業革命以降のことである。世界遺産の登録対象になっているのは、ベルギー、ひいてはヨーロッパの炭鉱の発展の核時期を伝える以下の4鉱山である。ボアリューカジエの事故に関する日この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。